はい、どうも、ゆうしんです。今回は算数の必須知識6000ということで、算数で知っておきたいことをですね、6つにまとめてお話ししていきたいと思います。ここではね、必須というふうに言っていますが、もちろんこれがなくても解くことはできます。ただし、テストというのは時間制限がありますし、その中で正確に解かなければいけないという競技なんです。なので、早く正確に解くために必要な知識というのは、ぜひ持っておいていただきたいんです。ということで、中学受験を志す皆さんに、算数において知っておいていただきたい6つについて、今回はまとめていきますので、どうぞ最後までご覧ください。今回はスライド形式でお届けしていきますが、それぞれのスライドを概要欄の方からダウンロードできるようにしております。こちらをね、ダウンロードして、トイレだったり勉強机の前に貼っておいていただければかなりね、便利だと思いますので、ぜひご活用ください。それでは、行きましょう。はい、それではね、算数必須知識6000ということで始めていきたいと思います。まず一つ目はですね、平方数についてですね。で、平方数というのは同じ数を2つ掛け合わせたものになりますね。例えば、まあ、2×2 をした後の4、これも平方数だし、例えば 4×4 をした後の16、こちらも平方数です。で、何と何を掛け合わせたら何になるかっていうのをある程度覚えておく必要があるということなんですが、具体的に言うとですね、 11×11 から、まあ、19×19 まで、ここはね、覚えておいてほしいなと思います。で、さらに 25×25 が625というのもね、意外と出てきますので、この辺もね、しっかり理解しておいてください。で、もちろん、これはですね、ネットで調べるといろんな語呂合わせが出てきます。なので、まあ、語呂合わせを使って覚えていただいてもいいですし、語呂合わせが嫌いだという方はね、やっていくうちに覚えていってもいいです。まあ、ただ、例えばこの 17×17 あたりはですね、意外と出てこなかったりするんで、もう 17×17289 だよねっていうふうに頭に入れておいていただくっていうのもありだと思います。まあ、いずれにしろね、11×11 から 19×19、そしてこの 25×25 っていうのは、必ず覚えておいてほしいなと思います。では、じゃあなぜこの平方数を覚えなくてはいけないのかということでですね、具体的にどういうところで使うのかっていうお話をしていきます。はい、平方数の利用ですね。例えば、まあ、じゃあここに正方形がありまして、この面積が256って言われた時に、一辺の長さが求められますかっていうと、当然ね、 1×1 は1、 2×2 は4っていう風に遡ってずっとやっていって、で、いつか見つけるっていうのもいいんですが、256が何の平方数なのかっていうのが頭に入っていれば、これすぐに分かりますよね。はい、一辺16センチということになります。256は 16×16 だから、一辺が16センチだよねってすぐ分かるわけですね。なので、こういった使い方からも分かるようにですね、平方数、さっきね、 11×11 が121とか 12×12 が144っていう風になっていましたが、それだけではなくて、平方数から元になる平方根が分かるようにしてほしいんですね。例えば、だから256だったら256というのが平方数です。平方根というのはこの元の部分ですね。なので、256って見た瞬間に、ああ、 16×16 だな、この逆の動きもしっかり分かるようにしてほしいなと思います。はい、さらにですね、まあ、例えばこういった円の計算のところでもね、平方数必ず出てくるんですよね。例えばこの半径13センチの円があったときに、じゃあこれの面積求めなさいって言われたらですね、当然 13×13×3.14 イコール 169×3.14 ってやると思います。はい、まあ、そういう時にもですね、13×13 がすぐに169と分かっていれば、もうすぐにこの計算ができるわけなんですが、まあ、これ 13×13 をいちいち筆算でやってってなると、また時間かかっちゃいますからね。そういった時にもすごく便利になります。で、ちなみになんですけれども、この 3.14 の円周率の計算はですね、最後にまとめてやるってことは意識しておいてくださいね。これ今回の話とちょっと別ですけども、円の話ですけれども、 3.14 の計算必ず最後にするようにしてください。例えばね、円が3つぐらいあって、それを全部足し合わせなきゃいけないとかっていう時に、一個一個出して、例えば 169×3.14 の計算をして、何百何十点何何みたいな感じで出るわけですよね。で、それにさらにもう一個の円も出して、もう一個の円も出してってやって、それを全部足すと小数の計算もうぐっちゃぐちゃになってきちゃうので、それを避けるために、一個一個の円っていうものをなんとか ×3.14 という形で残しておいて、で、その整数部分のところだけ足し合わせて ×3.14 をするというふうにして、 3.14 の計算は最後にするってことを意識してください。はい、そしてですね、さらに、まあ、平方数の理由についてもう一つご紹介しておきますが、例えばこの2桁 ×2 桁の計算、まあ、16×17 ね、これもお分かりだと思いますが、これは 16×16+1 というふうにすることによって、はい、これ分配法則が使えて、この 16×16+16×1 っていうふうになりますので、結論、この 16×16 はもう256って分かってますので、単純に 256+16 という足し算をすればいいだけなんですね。こういった2桁 ×2 桁の計算も暗算することができるということになるわけです。
はい、続いてはですね、立方数についてですね。立方数ってそもそも何かというと、まあ、先ほどの平方数と似たような話なんですが、同じ数を今度3回かけるということですね。でこれ立方数っていうのも立方体っていうふうなこともある通り、立方体っていうのは縦かける横かける高さですよね。3つを掛け合わせた数です。まあそれと同じようなイメージで、立方数というのも同じ数を3つ掛け合わせたものというふうにイメージしてください。これもですね、まあ大体覚えておくといいと思いますね。2×2×2 から、まあ、10×10×10 ぐらいまで覚えておくといいんじゃないかなと思います。まあ、特にですね、この 7×7×7 から 9×9×9 というのは結構覚えてないというかイメージしづらい人が多いので、しっかりとね、ここは覚えておくとかなり便利です。で、なぜこんなことを覚えなきゃいけないのかというと、こういう時に便利なんですね。例えば、じゃあこの2つの立体があった時にどういうふうに計算しますか？もちろんですね、この時高さは与えられていません。高さは与えられていないということは、この立体をそのまま計算することはできないわけですよね。じゃあどうしたらいいか。条件としてこれとこれは等倍したものですよ、何倍かしたものですよっていうふうに言われているときに、じゃあどうしたらいいかという話ですね。それが相似比から体積比を使って、体積を出すことができるわけですよね。つまり例えばここ2センチと10センチ対応する辺の比が1対5になっていますので、相似比が1対5ということです。ということは体積比は何対何ですかっていう時に、いいですか、同じ数を3回掛け合わせたものが体積比ですね。なので 1×1×1 対 5×5×5 というのが左の立体と右の立体の体積の比になるわけです。ということはその時に 5×5×5 をしなきゃいけない。でこれをいちいち計算するんじゃなくて、 5×5×5 は125と覚えておけば、120×125 と計算することができるわけですね。でこういった時に相似比から体積比を利用する時によく使うということなので、しっかりとここは覚えておくといいんじゃないかなと思います。あとは逆にですね、例えば先ほどのこの343っていう数字を見た時に、あ、これ 7×7×7 だよねっていう思えることもすごく重要ですね。なのでこれ平方数も立方数も一緒ですが、数を見た時にその元の数を理解できるか、イメージできるか、この逆の動きもできるようにしておくと、結構便利になるかなと思います。はい、続いてですね、円周率の計算についてですが、3.14×9 ぐらいまで覚えておくといいと思います。これもね、必須だと思いますので、ぜひ、覚えてほしいんですが、これはね、結構計算してるうちに覚える方も多いと思うんですけどね、とりあえず1から9までもう何も見ずに言えるようにしておくと、円の計算の時には非常に便利になりますね。はい、続いてはですね、円周率の計算の利用についてなんですが、先ほどやった 13×13×3.14 の時は、イコールで 169×3.14 と、ここまではもう暗算で出せると思うんですが、じゃあこの 169×3.14 をするときにどうしてもね、筆算をしなきゃいけないと思うんですね。でこの時にかなり便利になるわけなんですね。どういうことかというと、まあこういった筆算を書くと思うんですが、まず 3.14×9 をしますよね。でこの時に覚えてるんで、2826ってもう左から書くことができるんですね。で次に 6×3.14 をしますが、これも覚えているので1884と左から書くことができます。そしてさらに最後の 3.14×1 も314と左から書くことができるので、この計算を省くことができるんですね。あとは最後足し算をするだけになるので、計算ミスのリスクがかなり減らすことができるんです。しかも早いです。なのでこれは覚えておいて絶対損はないんですね。で先ほどですね、ちょっと深くは触れなかったんですが、このですね 3.14×5 の時 15.70 というふうに書いてます。当然ね、小数を書くという意味では 15.70 の一番最後のね0というのは必要ないんですが、ただ筆算を書くときにはこの1570、つまり1570というふうに、最終的に書かなきゃいけないわけなんですね。なのでここで0をなくしてしまうと、例えばね 3.14×159 だったときにですね、ここに1570って書かなきゃいけないんですね。これを157、15.7 と覚えておくと1桁ずれてしまうんですよ。でこの時に、必ずミスが発生しますので、 3.14×5 に関しては 15.70 と暗記するようにしてください。はい、続いてね、分数小数についてなんですが、こちらも言われてると思うんですけども、これですね、まあ、典型的なところに関しては必ず覚えておくようにしてください。特に 0.125 が8分の1ということと 0.25 が4分の1ということは必ず覚えておいてください。でここに派生して当然 0.375 が8分の3、 0.625 が8分の5、 0.875 が8分の7というのもしっかりと理解しておく必要がありますね。なので 0.75 が4分の3というのも知っておいてください。でもちろんこの 0.2 刻みが5分の1刻みであるということはね、結構の人が理解してると思うんですが、これも意外と忘れがちなのでね、しっかりと暗記しておいてください。
そしてこの知識は例えばこういった計算問題よくありますよね。こんなに簡単な問題出ないかもしれませんが 0.375+0.25×0.6 で基本的には小数というのは分数に直して計算した方が楽なんですよね。なのでじゃあ小数から分数に直すときに例えばじゃあ 0.375 っていうのを1000分の375としてそこから5ずつで割っていったりとかすることができなくはないですが、それを初めから8分の3って分かっておけばかなり楽になると思います。で例えばじゃあこの 0.25 もね100分の25ってやるんじゃなくて1/4、 0.6 も10分の6じゃなくて5分の3って初めから分かっておけば全然難易度が違いますよね。なのでこういったこともしっかりと覚えておいてほしいなと思います。そして5個目、三角数ですね。三角数というのはそもそも何かと言いますと連続した整数を足したものになりますね。なので、まあ、こういった感じになります。1はね当然 1なんですが、 1+2をして3、 1+2+3は6、 1+2+3+4は10というふうにどんどん続いていくわけですね。なので4個目の三角数って何ですかって言われたら10というふうになるし、じゃあ8個目って言われたら1から8まで足したうちの36ということになるわけですね。でもちろんねこれ全部覚えておく必要はないです。発展って書いてる通りですね。で特に知っておいてほしいのは1から9まで足すと45、1から10まで足すと55と、1から13まで足したら91、1から14まで足すと105ぐらいはね知っておくといいんじゃないかなと思います。でなぜかというとこの50刻みとか100刻みっていうのはよくね言われるんですよね、聞かれるんですよね。50に近いとか100に近いとかっていうふうによく言われるので、だいたい100ぐらいとかだいたい50ぐらいっていうのをしっかりと覚えておいてほしいですね。つまりこの1から10まで足すとだいたい50ぐらい、1から14とか13ぐらいまで足すとだいたい100ぐらいっていうのをしっかりと覚えておいてほしいんですね。ただねこの三角数に関しては、まあ、先ほども言いましたがそこまで重要ではないので必ず暗記しなきゃいけないっていう風なものではないかなと思います。はい、そして単位換算についてですね、これも必須の知識だと思いますが、まあ1キロが 1000m とか 1m が 100cm とかね、 1cm が 10mm とか、これはもうね大体理解してると思うんですが、結構ね忘れがちというか暗記するときに結構楽になるのがですね、しっかりとこのアルファベットの意味を理解しておくことですよね。例えばこの K というのは1000という意味がですね、もうギリシャ語の意味であります。なのでこの 1km って言われたときに1000m ということなんですよね。なので 1km は1000ですよっていうのがねすごい分かりやすいと思いますし、 1kg が 1000g も一緒ですよね。で 1kl というのが 1000l というのも全く同じ話です。はい、で長さ重さ容量に関してはそんなに難しくないと思います。まあ、このデシリットルが 100ml とかっていうのをちょっと忘れがちになるかなというぐらいですかね。で問題はですねこの面積のところですよね。特にこの R、ヘクタール、このあたりをね苦手としてる子がね結構多いと思います。で面積の単位換算をですねしっかりと覚えるというよりかはまず理解をしてください。で例えばですねこの1平方メートルというのは1メートル一辺の四角形だよと。で 1R というのはこの1メートルが10倍された10メートルかける10メートルだから100平方メートル、なので1平方メートルから考えると100倍になりますよというのは知っておいてほしいんですね。でさらに R からヘクタールにはどういうふうになっているかというと100メートル100メートルになるんです。でこの時に10メートルから100メートルというのは一辺で10倍ですよね。だから10倍しているものを2回かけるので面積としては100倍されるわけです。だから1ヘクタールというのは 100R なわけなんですが、この時もアルファベットをしっかり理解しておくといいですね。 H というのはですね英語で言う100の頭文字になりますよね。なので100倍という意味があります。なので 1R から考えると100倍ですよ。これもね理解しやすいですよね。だからこういったことをきっかけに仮に忘れてしまったとしても思い出すことができるようにしておくといいと思います。でもちろんこの1平方キロメートルも1メートルの1000倍の平方ですよということで、1メートルの1000倍を2回かけたものですよということで1平方キロメートルというふうになっているということになります。はい、いかがだったでしょうか。今回は算数の必須知識6選をお届けしました。一つでもね知らなかった、これは覚えておいた方が良かったんだってことがあればですね、しっかりと覚えておくようにしてほしいなと思います。ただですね一つ注意していただきたいのは、こういった知識は覚えておくことだけじゃなくて、それをどのように使うかというのも非常に重要な話になってくるんです。なのでこの知識を日頃出てきた時にできるだけ使うように努力をしてみる、そうすることによってこの知識が生かされる時が来るわけです。ぜひですね今回使ったスライド印刷などしていただいて、トイレだったり勉強机の前に貼っておいていただいて、覚えてない人は必ず覚えるようにしてみてください。この動画がね好評でしたら、計算の工夫についてですとか知っておくと便利な数学の知識なんかもね動画にしていけたらなと思ってますので、ぜひ良かったなという方は高評価を押してください。今回はこんな感じで終わりたいと思います。ご質問リクエストございましたらコメント欄の方でお待ちしております。 Twitter、Instagram もやっておりますので、そちらのフォローもよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。